エル・ファンタズモのリングネームで知られるライリー・ビジェはカナダの男性プロレスラー。バンクーバー出身。2017年から RPW、2019年から新日本プロレスを中心に活動している。2005年10月のハロウィンヘルでエクストリームカナダ選手権レスリングのバトルロイヤルでデビュー。ヘイローとタッグチームを結成し、2007年3月3日、バンクーバーで行われたテーブル、ラダー、チェアー形式の試合でモデルズ、インクを破った後、NWA、イキュタグチームチャンピオンシップの第1位候補となり、バンクーバーで5月5日に、チルタウンとの別の TLC マッチで、最終的にタイトルを獲得しました。タイトル防衛戦を1回成功させた後、7月27日に、サリーで行われた6人のタッグマッチで、グレートネスオンデマンドのタイトルを失う。2013年7月6日に、最初の一級チャンピオンシップを獲得。2014年1月18日、ラダーマッチのボールルームブロール1で、ラビナス、ランディ・マイヤーズに優勝。2016年1月16日、ボールルームブロール5で、スチールケージの試合でスコッティ・マックを破って、一級チャンピオンシップを2度獲得。2017年1月14日に、ボールルームブロール7で、カイル・オライリーにタイトルを失う。2017年の一級での最後の試合は、2017年5月27日に、カナダ選手権で行われ、アンディ・バードに敗北。2017年6月4日、デビッド・スター戦で RPW に初参戦。2018年9月に行われたブリティッシュ J カップに出場。16人のトーナメントを勝ち抜き、優勝した。2019年5月19日、ラダーマッチで行われた RPW ブリティッシュクルーザー級王座選手権でデビッド・スターに勝利し、第19代王者となる。2020年2月14日、ヨークホールで行われた RPW ブリティッシュクルーザー級王座選手権でマイケル・オクに敗れ王座を陥落する。2019年3月、バレットクラブの新メンバー登場を示唆する映像が公開され、新日本プロレスの各会場でも放映される。5月4日、福岡国際センター大会で X と発表されていた新メンバーはファンタズモであると、発表される。また、同日行われたタッグマッチでは、ウィル・オスプレイからピンフォールを奪う。5月13日から行われたベスト・オブ・スーパージュニア26に初出場し、B ブロックにエントリー。6勝3敗の戦績を収め、B ブロック3位となった。6月16日、メインで IWGP ジュニアタッグ王座戦として、王者の六本木 3K に、石森太志にエル・ファンタズモ組で挑戦。タッグでは RPG3K に1日の長があるものの、バレットコンビもインサイドワークを駆使して王者組を崩しにかかる。終盤、石森太志にエル・ファンタズモ組はダーティーファイトを解禁。ファンタズモがYOHに急所攻撃を見舞うと、石森がサイファーを焚き。そして最後はファンタズモが CR II でYOHを沈め、新チャンピオンとなる。8月23、24、25日の3連戦で行われたSUPER J-CUP 2019でトーナメントを勝ち抜き、決勝でドラゴンリーを破り初優勝。試合後のマイクでオスプレイの持つ IWGP ジュニアヘビー級王座への挑戦を表明した。9月16日、第8試合でザ・バーズ・オブ・プレート防衛戦。8.31 イギリスでノンタイトル戦ながら石森&ファンタズモ組を下しているザ・バーズ・オブ・プレイは高度な連携技、華麗なハイフライムーブでバレット攻略を図るが王者組も巧みなインサイドワークで応戦し最後は孤立したイーグルスを石森のブラディクロスからファンタズモの CR2 で撃沈。IWGP ジュニアタッグ王座初防衛に成功した。10月14日、IWGP ジュニアヘビー級王座で、オスプレイと対戦。序盤は、クリーンファイトを展開していたが途中で、ダーティーファイトを解禁。途中で、石森が乱入するも、イーグルスに排除されるなど終盤まで攻守が激しく入れ替わった、熱闘だったが最後は、オスプレイのヒドゥンブレードからのストームブレーカーで敗北した。10月16日から開催されたスーパージュニアタグリーグ2019に石森太にをパートナーとして参戦。石森太に&Lファンタズモ組、RPG3K、エルデスペラード、金丸よし新祖の3チームが5勝2敗で公式戦を終了したが、直接対決の勝利により1位は鈴木軍タッグ、2位は RPG3K と決定したため、優勝決定戦には進めなかった。11月3日、スーパージュニアタグリーグ優勝決定戦に勝利した RPG3K を石森と共に襲撃し、優勝トロフィーを強奪した。2020年1月5日、東京ドーム大会にて、スーパージュニアタグリーグ2019優勝チームの RPG3K との IWGP ジュニアタッグ王座戦で敗北し、王座陥落。2021年5月6日、インパクトレスリングに初参戦し VSK とシングルマッチを行い最後はスーパーキックで勝利した。下品で不気味な独特のムーブや介入や狂気攻撃などといった反則を織り交ぜた独特のヒールファイトが特徴だが、高い身体能力を生かしたダイナミックな飛び技も見せる。ありがとうございます。